とチーム紹介します。とレフトエースケ、ライト高尾さん、レフトバックカホさん、ライトバックサキさんです。高尾さん髪がなさすぎてカツラ取ってます。全体的に眩しいです。なんだチーム、あーキラキラしててね、蛍光色。夏に喋って、はい喋って、あーわーって、あ行きたいよ。よいしょ。いや待って、これ近くね、これコードと。あれ怖いよ。やべ、場所が悪すぎる。どうしよう。対16でチェンコです。負けてます。これ何試合目ぐらいだろう。これ7多分。7、うん、もう2試合やった。え、試合やったもん。試合もやった。次は次何試合目。9。微妙。あ、黒川さん通ってます。徘徊してます。黒川さん何かと入るか。かわいいよ。平山さん、石田さん、あのポーズよくあの感じのポーズしてない。結構よくやってきた。高尾さんのカツラ持ってこうやって風が強い。そうね。なんだっけ、ボン君だっけ。あ、ボンフンみたいな。ボ、なんか海点点おみたいなやつだろ。19号シルカップは雨降らんでほしいね。ナイスよ。あれやった。白カップ出なかったな。見に来るだけっけ。あ、朝おらんの。ん、4時がある。ここめんどくせえ。しかも実技の歩行だから休めんじゃん。ピアノ、あ、違ったピアノじゃなかった。ピアノ出た、またこのいじりか、お前ら。おくそ、ピアノ。佐賀県民はちょっと恐ろしいですね。イヤーさんを筆頭にイントネーションでいじってきます。いや、福岡福岡。お前はもういい。お前はもういい。吠えた、佐藤さんが吠えた。ほんと強くない、なんか。うおー、いんな、えぐ。お、出た、ラストいって20対20今。うおー、出た、じゃんけんのやつじゃん。お、と言ってる間に電池残量がやばいです。やばい、やばい。赤なんですけど。赤意外と持つよ。あー、もう寿命すげえね。
なんか一時遺言。寒くない？あ、最後1点です。サーブはカホさんです。今白でパッ、パッ、パッ、なんだっけ。おお、勝ちました。決勝リーグ進出です。おめでとうございます。